こちらはズッキーニを栽培していましたが、ナスを栽培する予定にしています。ナスは連作を嫌いますので、ズッキーニの後にすることにしました。このシルバーマルチをめくって堆肥を振って、その後シルバーマルチをかけてナスを栽培する時期まで置く予定にしています。3月4月になってから化成肥料などを振ってナスの苗を植え付ける準備をすることにしています。これからプチナを使って耕運します。耕運できましたが、定植少し前に元肥をしますが、それまでだいぶ期間がありますので、草を大きくしないためにシルバーマルチをかけることにします。苗の定植前の元肥をするまでこのままの状態で置いておきます。定植10日前に乳有機入りナス配合1平米あたり 300g と、海っ子1平米あたり 150g、 硫酸カリ1平米あたり 20g を施し耕運しました。ナス有機は窒素リン酸カリ苦土が配合されています。海っ子は窒素リン酸が配合されています。硫酸カリは名の通りカリの肥料です。定植してから40日が過ぎました。こんなに葉っぱが茂ってしまいました。いらない枝を整理しようと思ったら虫を発見しました。これを退治するのが先になります。ナスの付近にアリがいるとアブラムシがいます。たくさんのアリがいます。葉っぱを取ると全部の葉っぱにアブラムシがいますので、殺虫剤か他の手を使ってアブラムシを退治する他に方法はありません。これまでアブラムシは化学薬品を使用していましたが、 500cc の水に家庭用の洗剤大さじ1杯、サラダ油大さじ1杯を混ぜてスプレーするとアブラムシが死ぬというので、初めてこれを使ってアブラムシを退治したいと思います。 500cc が入る噴霧器を利用して噴霧することにします。まず大さじ1杯の洗剤を入れます。続いて食料油を大さじ1杯入れます。出来上がりましたので、これをナスの葉っぱに噴霧します。すごい数のアリがいます。アブラムシもどの葉にもいます。これから噴霧します。葉の裏にいますので、葉の裏に噴霧しています。すべての葉に発生していました。噴霧しましたので、これで様子を見てみます。散布して丸1日が経ちますが、様子を見ています。全然アブラムシは動いていません。退治することができました。たくさん噴霧しましたが、葉の方は傷んでいません。殺虫剤の購入は高額になります。この方法でやると経費も随分と節約できます。農家の方や家庭菜園の方もぜひお試しください。噴霧途中で噴霧器を落として、ここの部分が割れてしまいました。捨てることにしていましたが、ペットボトルの開いたのがありましたので、つけてみるとぴったりあって、噴霧すると十分使えますので、これを使うことにしました。ただ、ちょっとペットボトルの方が深いので、他にも少し浅めのペットボトルがあれば、それを使いたいと思っています。アブラムシの処理が終わったので、余分な枝を取り除くと、だいぶすっきりしました。撮影用に一本だけ残していましたが、これからいらない枝を取り除くことにします。まず、下から取っていきます。1、2本、3本。いらない
枝7本を取り除きました。ナスにはいろいろな栽培方法がありますが、今年は4本仕立てのツリー栽培にすることにします。これまで枝を放任にする栽培や3本仕立てをやってきましたが、私には4本仕立てが合っているような気がしますので、去年から4本仕立てにしています。枝を残すのは下から順番に枝を取っていって、最初にこのように V 字型になっている枝を残します。あと予備の枝がいりますので、最初の V 字型に分かれているすぐ下の枝を残しています。話は変わりますが、ナスの一番花を取る方と取らない方がいますが、取る方はナスの実より株の成長を優先するためです。取らない方はなり癖をつけるとか、一番花を取ると枝や葉っぱが茂るという理由からです。それぞれ理由がありますが、私は株の成長具合を見て、特に株が小さかったり成長が遅れている場合は花を取って株の成長に集中させますし、株の成長が順調であれば花は取らずにナスの実が小さいうちに収穫しています。試験的に何株か実を取らずに置いていました。これが一番花の実ですが、試験的に何株か実を取らずに置いていました。ご覧の通り大きくならないし肩も悪いです。一番花の実は必ず小さいうちに取ることをお勧めします。これも一番花の実を取らずに置いていた分です。触ってみると実も硬いです。もうこれは取ることにします。他の株から取ったナスもこんな感じで小さいし肩も悪いです。4本仕立ての具体的な方法については次の動画で紹介させていただきますので、ぜひご覧ください。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。